今回は座席シートが回転する日本の鉄道車両の映像から、車両は京成上野駅成田空港駅間を走る京成スカイライナーでしょうか。海外ではこの機能がついている鉄道車両はほぼ皆無なようで、映像を見た外国人からは驚きの声が上がっていました。なんでアメリカにはこういうシートがないんだっつーの。アメリカだって、アメリカの都市の公共交通機関はアジアのほとんどの国のレベルに達してないもん。少なくとも俺が経験した限りではそう言えるね。だから回転しちゃうような洒落た椅子はないのさ。台湾、ヨーロッパの公共交通機関もアメリカより上だね。スペイン、独創的じゃん。なんでオランダの電車にはこういう技術使われてないかね。マジで嫌になっちゃうよな。オランダ、オランダのシートははっきり言ってひどいよね。オランダほんとそう思う。こっちのシートの座り心地は地獄かってくらいよ。オランダ、オートボットロールアウト出撃って感じだね。チリ、素敵やん。ちょっと考えたけど素敵もと敵やん。アメリカ、シャレこけて娘から回転してる時に座ってみたい。アメリカ、ピンク色の服を着た女性たち、清掃チームはもういないの。イギリス、この電車はどの路線にあるんだ。大阪周辺の電車にはあの機能はついてないね。すでに向き合ってるボックス席や横長のシートはあるけど。アメリカ、阪神の車両は座席の向きを変えられるよ。手動だけど、私が見てきた限り JR や阪急の車両にはそういうシートはない。動画に映ってる車両は長距離を走るタイプだと思う。東京にはほぼ横長のシートしかないね。ノルウェー、日本在住。ああ、びっくりだねこれは。思わずハッとしてしまうくらいにクールだ。エンジニアリングの観点から見てそう思う。アメリカ、メンテナンスに相当お金がかかりそうだよな。アメリカ、人が座ってる状態で回転するところを見てみたいです。国籍不明。おお、いいねこれ。 ICE、 ドイツの高速鉄道にも導入してくれないかな。ドイツ、これの何がそんなにすごいの。ターミナル駅でいつでも目にできる光景だよ。日本、外国人が驚くようなことも日本人にはごくごく普通に見えるんだろう。アルバニア、今回は座席シートが回転する日本の鉄道車両の映像から、車両は京成上野駅成田空港駅間を走る京成スカイライナーでしょうか。海外ではこの機能がついている鉄道車両はほぼ皆無なようで、映像を見た外国人からは驚きの声が上がっていました。なんでアメリカにはこういうシートがないんだっつーの。アメリカだって、アメリカの都市の公共交通機関はアジアのほとんどの国のレベルに達してないもん。少なくとも俺が経験した限りではそう言えるね。だから回転しちゃうような洒落た椅子はないのさ。台湾、ヨーロッパの公共交通機関もアメリカより上だね。スペイン、独創的じゃん。なんでオランダの電車にはこういう技術使われてないかね。マジで嫌になっちゃうよな。オランダ、オランダのシートははっきり言ってひどいよね。オランダほんとそう思う。こっちのシートの座り心地は地獄かってくらいよ。オランダ、オートボットロールアウト出撃って感じだね。チリ、素敵やん。ちょっと考えたけど素敵もと敵やん。アメリカ、シャレこけて娘から回転してる時に座ってみたい。アメリカ、ピンク色の服を着た女性たち、清掃チームはもういないの。イギリス、この電車はどの路線にあるんだ。大阪周辺の電車にはあの機能はついてないね。すでに向き合ってるボックス席や横長のシートはあるけど。アメリカ、阪神の車両は座席の向きを変えられるよ。手動だけど、私が見てきた限り JR や阪急の車両にはそういうシートはない。動画に映ってる車両は長距離を走るタイプだと思う。東京には